11月17日の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。高気圧の曲がっているところ、こちらは風と風がぶつかり合いやすくなっています。関東の南部のエリアは午前を中心に雲が広がりやすくなりそうです。その他、上空の寒気の影響を受けて北海道の地域は午前を中心に雪の降る可能性があります。まずは天気分布でも見ていきましょう。こちらです。西日本や東日本の地域、よく晴れて穏やかな天気となりそうです。ただ東北の日本海側や北海道はすっきりしない天気、北海道山沿いでは雪の降るところがありそうです。午後は天気が回復し日差しが届く見込みです。日差しの届く地域では気温が上昇しそうです。気温についても確認していきます。気温の予想です。14時の気温を見ていきますと、西日本や東日本の地域では15度前後となりそうです。一方、北日本の地域はあまり気温が上がらず、北海道の内陸山沿いですと日中も氷点下となりそうです。暖かくしてお過ごしください。アプリウェザーニュースからも最新の気象情報を見ることができます。ぜひご利用ください。